お疲れ様でございます今回ねちょっと気になるサムネイルがありました「がんと診断されました」っていうね、まあ、こんなサムネイルがポンと浮かび上がってきたんですけどもなんかね鹿児島にいる吉谷さんにそっくりなんですよねでバックの背景画像がいつもと違うなと思ってあ違う人なんだと思ったんですよね、まあ、あの4週間前で3.2万回の視聴回数ってことはまあ吉谷さんではないだろうと思ったわけなんですけどもまあでもね だから、ああ良かったってことにはなりません。やっぱりね、こう、ガっていうふうな診断が降りたこの方、ね、マノテさんですかこの方にとっては結構深刻だったと思います。で、この黒いね、ちょっとこう、画像をちょっと外すと、まあ、吉谷さんとは明らかに違うなっていう風なね、表情が出てきます。まあ、本当こういうことなんですよ。重ねて言いますけども、だからああ良かったってことじゃないですよ。 やっぱりこう、お気の毒な部分はお気の毒な部分でねこれから闘病生活に入るというブログの更新なんでしょうからね以前ね私の学区内の中学校の先生と校長先生とね立ち話し,してたんですよそしたら向こうの方でね火の手が上がってで消防車がねうーっつうからね走って行ったんですよで校長先生がねあれ あっちの方向はうちの生徒の家かもしれない。行きましょうって感じで、二人して車に乗ってね、火事とされてる現場のところに一生懸命行ったんですよ。そして、現場に着いたら、火事になってボーボー燃えて、ほぼ全焼してたんですけども、そこは、あの、その校長先生のね、生徒さんのお宅の隣の家だったんですよ。で、ああ、生徒さんの家じゃなかったんですねって、私がね、心の中で思っていたら、校長先生が何言ったかっていうと、ああ、よかったって言ってたんですよ。大きい声でね。<laughs> いや、ああよかったって、そうかもしれないけども、実際に家が焼けてしまった人が目の前にいるんですけど、みたいな、まあ、そんなお手つきがありましたね、それを思い出しました。はいまあ、それではね、がんからの回復、まだお若いと思いますんで、お祈りいたします。それでは